6月17日、元 AA、グループの福本大成24が XQTwitter を更新。私のこれからについてお伝えしたいことがあると綴り、インスタグラムのアカウント解説と、同月20日夜8時にインスタライブを行う告知をしていて、話題沸騰となっている。画像、顔をエグすぎるて、契約解除、福本正春が最後に見せた半年前の、 ウサギショット、福本は、6人組ユニット AA。グループの一員としてのデビューが水面下で内定していた2023年12月30日に、コンプライアンス違反を理由に契約解除事実上の首を言い渡され、旧ジャニーズ事務所から電撃対処。AA、グループは5人体制に移行し、5月15日にスタートエンターテインメントのタレントとして、ファーストシングル。 ビビギニングで cd デビューを果たしたし福本さんが脱退してから半年になりますが彼の動向ではっきりしているのは4月4日に X アカウントを開設して謝罪文を掲載したことだけ福本さんの脱退はあまりに突然で詳細な理由は現在も明らかにされていませんそのため事あるごとに福本は何をやらかしたんだとファンの間でも話題になり続けてきましたよね 突然の契約解除の理由もし仮に警察沙汰ならこうにするでしょうし、福本さんの謝罪文に当該関係者の方々のプライバシーの観点とあることから複数の人が絡む話だと考えられる。そのため複数の女性が絡むスキャンダルではと芸能関係者の間では言われてきましたね。ワイドショー関係者、そんな福本がインスタライブでこれから お話す X に加えてインスタを解説したわけで活動再開の意思表示をする可能性は極めて高そうだが、どんな形で活動再開するにしても、話す内容が、これから、だけでは誰も納得しませんよね。やはり、福本さんには、いきなり契約解除に至った説明責任が生じると考えられます。もちろん、当該関係者の方々、への配慮もあるので全てを包み隠さず話すわけにはいかないでしょうが、 多少なりとも具体的な話をせざるを得ないのではと。そこをうやむやにしたままでは、ファンも今後彼を応援することはできないでしょうからね、全道、福本の契約解除はあまりにも唐突で、具体的な説明はなかった。そのため気持ちの整理がついていないファンは多く、対処したのはどう考えても本人のせいだけど、嫌いになれないのつらいともせいインスタ開いてインライで説明しようとしてくれてありがとう。 リアルタイムのともはるを見えることが嬉しいという気持ちと、略、維持されてた気持ちが変わるかもしれないという恐怖。